さて、6時間目から続きです。前回、泣きました。実は。いや、バレバレかもしれないけど。こんなんで泣くなんて。あー。っていう気持ちで続きやっていきます。時計は18時半を指している。灰色の壁が現れてから、時間の感覚がすっかり抜け落ちてしまっていたけど、もう夕方というよりは夜に差し掛かってるんだ。管理作業員室の空気が重い。岩峰先生は地の底で待ってるって言ってたけど、この学園に地下なんてあったっけ？地下？医療センターのさらに地下ってこと？少なくとも公表されている校舎案内には含まれていないな。可能性としては、医療センターの地下。でもセンターの地下街はコンクリートで埋められていましたよ。これまでの調査結果から察するに、医療センターは完全に独立していたのではなく、学園と深い関わりがあったはずだ。学園の敷地内に医療センターの地下へつながる他のルートがあるかもしれん。見落としはないかね。でもあそこ行けなかったしね。見落とし、何か忘れていること。調べ忘れていること。そうだ。なぜか医療センターにあった図書室の百科事典。そうだ、これがあった。年表や保健室で見つかったカルテのこともある。もし会えるなら嘆きにも話を聞きたい。何か心当たりがあるのかね。はい、出かけてきます。昨夜は、いるのか？保健室の出来事以降、昨夜は一度も口を聞いていない。無理もないよね。僕もささみを失っているから気持ちはわかる。今はそっとしておこう。一人で行くの？一人で行くのか？つけた。あ、ね、よかったよかった。よかった。あ、また、ささみと話してんのかな？てんてんてん。わかってる。不安なのは僕も一緒。また遠ざかってる。君は今どこにいるの？ささみが近づいたり遠ざかったりしてるってどういうことなんだろう。嘆き。よかった、また会えた。何？ごめん、邪魔しちゃって。学園のこといろいろ調べてきたんだ。そして君のことも。そう。それならもう、僕が誰なのか知ってるんだ。少しだけね。まだわからないこともある。だからここに来たんだよ。5年前の火災事故、そして今回の封鎖事件。どんな形でこの二つの出来事が結びついているかはわからない。嘆きがこの学園の秘密を何か知っているなら、何としてでも聞いておかないと。君は本当はもうここにはいなかったんだね。そうかもしれないし、そうじゃないかもしれない。学園の歴史年表で見たよ。5年前、君は医療センターで起こった事故で亡くなってるんだ。それはなんとなく気づいてた。僕はここで自分の時計を止めたんだ。事故ってところがちょっと引っかかりますよね。自分でってずっと言ってるからね、この人。だからここを出ることができない。自分の時計を止めた？
それってつまり、少なくとも僕は僕の意志で命を絶った。それは確かなはずなんだけど、じゃあ事故で死んだわけじゃないってこと？嘆きはうつむいて黙り込んだ。どうやら本鳥もまだ生前のことを思い出せずにいるみたいだ。ヒントが欲しいんだ。僕は昔医療センターにあったはずの地下施設に行かなきゃいけなくて。あ、そうだ、百科事典。百科事典？ねえ、君は昔医療センターに通っていたんだよね。もしかしてあそこにある百科事典を入れ替えたりした？どうしてそんなこと？こっちが聞きたいよ。実物を確認する方が早そうだ。ほら、この図書室の百科事典、おかしなことになってるんだ。9巻が2冊あって、その代わりに6巻がない。医療センターにも同じ百科事典は？うん、向こうのは6巻が2冊あって、代わりに9巻がなかった。ややこしい。ややこしいね。僕もそう思う。で、あっちにあったロッカーの片方には、この図書室の貸し出しカードがついてたんだよ。誰かが何かの目的で入れ替えようとして、取り違えたと思うんだけど。なんでそんなことしたんだろう。百科事典を入れ替えて。河原くん。この9巻、開いてみて。そうだね、百聞は一見になんたらって言うし。あれ？なんか変だ。閉じたままだと一見辞典のように見えるけど、中身がそうじゃない。これ辞典の形をした箱なんだ。百科事典の中にはファイルが入っている。何枚か書類が挟まってるみたいだけど、日付は5年前だ。やっぱりこれを持ち出したのって。何が書いてあるの？その紙出してみるね。オペレーションハートフルについて。キャリア適正個体を生物兵器化することで人類を絶滅させることを目的とする作戦。ってあるよ。学園長の機密ファイルにあったフレーズだ。でも思ってたよりずっと内容が重い。5年前から今までずっと、この学園の裏では人類を絶滅させようとして動いてた鳥たちがいる。ってことだよね。2180年、スマトラインフルエンザからさらに進化した新型インフルエンザを確認。2183年、富士城嘆きからウイルスを採取？人間に対して致死性のこの新種をカロンウイルスと名付け、セントピジョネーション学園附属医療センターで研究を続ける。カロンウイルス？カロンウイルス。息ができなくなるんだ。僕といると人は。何か思い出せそう？多分。きっとそれを持ち出したのは僕だ。医療センターにいた僕に関わった鳥たちは、よく資料室に隠し事をしてた。僕は、誰か大切な鳥に、医療センターで起こっていることを伝えようとして、誰だろう。誰だろう、僕の家族なんだ。
僕の大切な家族が。そうか。僕が燃やした。僕には消えなきゃいけない理由があった。ああ、どうして気づかなかったんだろう。だから君は僕が見えるようになったのかもしれない。嘆きは落ち着きなく歩き回りながら独り言を続けている。何か気づいたことがあるなら教えてもらえると助かるんだけど。思い出したよ。ここで5年前何があったのか。両親の顔は覚えていない。物心ついた時から同年代の鳥たちと一緒に個人で暮らしていた。その頃は気にしたことはなかったけど、僕が暮らしていた家にいた鳥たちは皆繊細孤児だったらしい。はあ、そうなんだ。だからといって戦争の元凶になった人間を恨むわけでもない。そんなことはどうでもよかった。僕はひなの頃ここに来たから、親のいないみんなと暮らす毎日もごく当たり前のものだと思っていた。いつもと変わらない晴れたある日、孤児院に人間たちが押し入ってきた。人間たちは銃を持って騒がしくわめいた。人類を解放せよ。何かそんなことを言っていたような気がする。人間は僕たちの家に立てこもって、それから次々に僕の家族を殺した。僕は何もできなかった。部屋の隅に隠れて震えることしかできなかった。人間たちがやってきてどれぐらいの時間が経っただろう。静かになった部屋を見てみると、人間がたくさん倒れていた。鳥たちが助けに来てくれたんだ。悪い人間は鳥にやっつけられたんだ。その頃はそう思ってた。だけど、君には素晴らしい力が備わっている。君は選ばれた種なんだ。僕は孤児院を出て生き残った一羽の家族と一つ屋根の下で暮らしていた。一人しか生き残んなかったんだ、嘆き君の他に。だけど僕は体が弱くて学校にも仕事にも行くことができない。生活の足しになるどころか、ただ足を引っ張ることしかできなかった。そんな僕のところに招待状が届いたんだ。君を特別な待遇で迎えたい。世界屈指の学園で学んでみる気はないだろうか。必要なものがあれば何でも言ってほしい。君のためなら何でも用意しよう。学園の敷地内には小さな病院もある。病院の個室を寮代わりに使ってくれても構わない。それはちょっと嫌だけどな。君の体質も改善できるかもしれないよ。僕には一緒に過ごしている家族がいた。できることなら彼から離れたくなかった。でも僕が彼と一緒に暮らしていても、一方的に彼の負担になるだけだったんだ。彼は僕の体が良くなるならと、喜んで僕の背中を押した。こうして僕は、セントピジョネーション学園に入学した。僕は相変わらず体が弱かったから、学校も休みがちで、友達はできなかったけど、
特に不満もなく日々を過ごしていた。学園の中にある病院でも職員の鳥たちは親切にしてくれた。そして入学して最初の夏休みに主治医の先生が僕に提案した。せっかくの長期休暇です。集中治療を行いましょう。しばらく外に出ることはできませんが、夏が終わる頃にはすっかり元気になっているはずです。そんなことできるのか。おお、すごい。地下で過ごす長い夏休みが始まった。結構ハイテクな感じだね。まあ、ますますバイオハザード感が出てくるんだけどな、なんか。まあまあいいや。最初の頃は毎日のように健康診断を受けて、ちょっとずつ薬を飲んで、そんな単調な日々が続いた。次に実験が始まった。人を殺す実験が。一人の人間が僕の前に運ばれてきた。人間はすぐにもがき始めた。苦しそうな吐息が聞こえたかと思うと、もう動かない。僕は初めて僕がここに迎えられた理由を知った。僕の体の中には人間を一瞬にして殺すウイルスが住み着いていたんだ。顔も知らない両親は人間に殺された。孤児院の仲間たちは人間に殺された。そして僕は繰り返される実験の中で人間を殺していく。ただ同じ部屋にいて同じ空気を吸うだけで人間は倒れていく。僕は耐えられなかった。人間にはひどい目に遭わされたけど、僕の気持ちは晴れるどころか、毎日少しずつ心を削り取られているような、そんな気分だった。だから僕は自分の手で全て終わらせることにした。僕の願いはただ一つ。それは、僕が跡形もなくこの世界から消えてしまうこと。カロンウイルス。僕の体の中で進化した実性変異ウイルス。医療センターにいた職員はそう呼んでた。多分あの鳥たちはこのウイルスで人間を絶滅させる方法を探していたんだと思う。それがオペレーションハートフル。僕がやったんだ。5年前何も残らないように全部燃やしたはずなのに、ここにはいないんだ。でももしかしたら何かが残ってるかもしれない。それに近くにいるのを感じる。僕の大切な河原くん、君は地下に行くの？他に道がないからね。僕たちが生きてでここを出る方法も、ささみが殺された理由も、岩峰先生に聞くしかない。岩峰先生は研究員だったのかな。じゃあ生き残り？そう、その百科事典まだ入っているものがある。あ、なになになに、
書類と一緒に折りたたまれた大判の紙が挟まれている。これは、医療センターの地図。すごい。僕が地下に行った時はセンターから入ったけど、多分こちら側は学園につながってる。ここがだいたい本館の入り口あたりだから、この階段は、来た！科学準備室だと思う。ここで、あの怪しい科学準備室ね。研究員の鳥もよく出入りしてたから。科学準備室から地下エリア。そこに岩峰先生がいる。ありがとう、嘆き、行ってみる。すごい。きっとまた後で会える。僕と、それから、砂肝さんにも。